空間表現のところが今までのイヤホンにはない。やっぱりファルコンマックス一番ね最新のチップを積んでいる。この3機種はねもうかなり突出してるかなっていうふうに思います。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホン PR スタッフの未来夢イヤホン王子ことユディです。今回はですね、話題の完全ワイヤレスイヤホンファルコンマックスが発売したということでですね、気になる他のモデルと比較していきたいと思います。イヤホンのチャンネルではこういったポータブルオーディオにまつわる動画を日々更新しております。よければ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回比較していくのはこちら。まずは当たり前ですけどもファルコンマックスですね。こちらは 4万4000円の製品でございます。そして次がこちらソニーの WF-1000X M5 です。こちらイヤホンウェブ価格で 34,645円です。次が BOSE のクワイエットコンフォートウルトライヤーバッツですね。こちらは 39,600円の製品です。次がテクニクス EH-AZ80 です。こちらは 36,630円です。そして最後がアップルの AirPods Pro ですね。こちら第2世代になります。価格はイヤホンは新品の取り扱いがないので Apple Store の価格なんですけども39,800円となっております。ということでですね、今回はメジャー編というふうになりましてですね、かなりこう知名度の高いイヤホンをこう揃えたんですけども、マニアック編っていうもうちょっとそのマニアックな、例えばアステランドケルンとかファイナルとかね、そういったイヤホンで比較した動画っていうのもね公開しようかなと思っているので、そちらも合わせてねご覧いただければなというふうに思います。ではまずねデザインについて見ていきたいと思います。はい、でデザインなんですけども、パッと見た感じでいくと、まずこの BOSE と Apple が、スティック型になってますね。でテクニクスとファルコンマックスと WF-1000X M5 は普通のカナル型っていう感じなんですけども、明らかにねこのソニーの小ささっていうところが、目立つかなっていうふうに思いますね。ケースで見てもソニーはやはり小さいですね。で今回やっぱ注目していきたいこのファルコンマックスはそんなに特徴がないというか、一般的な形っていうような感じですかね。では対応コーデックの違いのところなんですけども、特筆するべきところでいくと、やはりファルコンマックスは aptX Adaptive と LDAC、 そして LE オーディオにも対応しているっていうところですかね。であとは、ソニーとかテクニクスは LDAC に対応で、BOSE の方は一応BOSE はその商品のページとかには記載はないんですけども、一応 aptX Adaptive まで使えます。でやはり Apple の方は AAC と SBC のみっていう形になりますね。やっぱりファルコンマックス一番ね最新のチップを積んでいるっていうところもあって、その高音質コーデックのところはもうほぼ全て網羅しているっていうところはやはり特筆すべきところかなというふうに思いますね。では次装着感のところですね。では装着感なんですけども、装着感は5点満点で点数をつけてみました。まずファルコンマックスが4点、ソニー WF-1000X M5 が5点、 BOSE クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツが4点、テクニクス AZ80 が5点、 Apple AirPods Pro も5点っていうような感じですね。で5にしたこの3つはもう本当にほとんど誰がつけても装着感いいよねって言ってもらえるほど装着感がかなり良くて、遮音性も高いなっていうふうに思いますね。でファルコンマックスを含むこの2機種は4点にしたんですけども、4点にしたからといって装着感が悪いというわけではないんですけども、正直合わない人も出てくるかなっていう感じはするかなっていう感じですね。で次はですね、外音コントロールのところですね。ノイズキャンセリングと外音取り込み機能ですね。ここも5点満点で点数をつけてみました。ファルコンマックスがノイズキャンセリングが4点、外音取り込み機能も4点、ソニー WF-1000X M5 がノイズキャンセリングは5点、外音取り込み機能は 4.5 点、 BOSE クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツがノイズキャンセリングが5点、外音取り込み機能が 4.5 点、テクニクス AZ80 がノイズキャンセリングが4点、外音取り込み機能が4点、そして Apple AirPods Pro がノイズキャンセリングが5点、外音取り込み機能が 4.5 点っていうような感じですね。正直どれもねさすがに価格も価格なのでかなりいいなっていうふうに思ったんですけども、やっぱりこの3機種、この3機種はねもうかなり突出してるかなっていうふうに思います。とにかくその強さ、ノイズキャンセリングの強さっていうところを求めるのであれば BOSE かなというふうに思います。で、
まあ、強さプラス、まあ、BOSE よりは強さ劣りますけどもプラスその自然さっていうところを求めるのであれば、まあ、こっちのソニーと、まあ、Apple かなっていうふうに思います。でそこまでノイズキャンセリングとか、まあ、外音取り込み機能ももちろんいいんですけどもソニーとかと比べると、まあ、若干劣ってはいるんですけども、まあ、そこまでその機能求めないよっていう方は全然この2機種でもいいかなというふうに思います。で特にこのファルコン MAX の方は今までねノーブルオーディオのイヤホンたくさん出てるんですけどもその中でも一番この外音コントロールのところは優秀かなというふうに思います。それでは気になる音質のところなんですけども今回は分布図を作ってみたので、まあ、それをこの画面に映しながらこういう音質だったよっていうのをちょっとねご紹介していこうと思います。ではねまずファルコン MAX なんですけども、まあ、分布図的にいくと、まあ、かなりクール寄りで、まあ、若干広域寄りかなっていうふうに思います。でこのファルコン MAX やはり MEMS ドライバー新しいドライバーを積んでるってところがそのかなりこう話題になってるところだと思うんですけども空間表現のところが今までのイヤホンにはないちょっと独特な感じがしますね。音の傾向的には静電型ドライバーのような中高音域の繊細さみたいなところがあるんですけどもそれよりも圧倒的にその奥行きですとか立体感っていうところを感じられるようなサウンドだと思います。まあ、この立体感っていうのがこの MEMS ドライバーの真髄なんじゃないかなっていうふうに思いました。でこれ一応 MEMS ドライバーだけではなくて低域にダイナミックドライバーも入っているので、まあ、分布的にはちょっと広域寄りですけどもかなりね低音もしっかりと出るのでバランスはね非常にいいかなっていうふうに思います。まあ、おすすめなところでいくと女性ボーカルはね非常に綺麗に聞こえますしさらにバラードなんかを聞くともうめちゃめちゃ至高だなっていうふうに思います。次がソニーの WF-1000X M5 ですね。まあ、あの個人的に久しぶりに聞いたんですけどもやっぱり音めちゃくちゃいいなって思いましたね。まあ、分布図的にはちょっと低域寄りでちょっとウォーム系なサウンドかなっていうふうに思ったんですけどもやはりね低域の迫力っていうところはしっかりとありつつちょっとね上品さですとか音の立体感っていうのを非常に感じられるようなサウンドだと思います。とにかく音の密度っていうのが高くて聞き応えも出ますし没入感っていうところも非常に高くなってるなっていうふうに思います。まあ、結構何でも鳴らせる機種だとは思うんですけどもやっぱ低域に迫力があるのでロックですとかそういった少し激しい音楽の他にも先ほども言った通りちょっと上品なサウンドではあるのでクラシックとかもね非常に相性いいかなというふうに思います。次が BOSE のクワイエットコンフォートウルトライヤーバッツです。まあ、分布的には結構ね低域寄りで気持ち若干ウォーム寄りかなっていう感じですね。まあ、やっぱりね低域に非常にパンチがあって低域が好きな方にはぜひ一度聞いてほしいようなイヤホンかなというふうに思います。まあ、ただその低域だけではなくてボーカルとか高域のところも結構ねはっきりと聞こえるんですよね。まあ、前作のウルトラコンフォートイヤーバッツ2よりもかなりそういったところがね聞こえやすくなっているのでもうちょっとこういろんな人にあのアプローチしてきたなっていうのが非常にわかりますね。まあ、分布的には結構低域の方にやってますけども、まあ、そういったところもあるのでバランス的には結構いいんじゃないかなっていうふうに思います。次がテクニクスの EAH-AZ80 ですね。まあ、分布的にいくと、まあ、クール寄りで気持ち広域寄りではあるんですけども非常にフラットでバランスのいいサウンドっていうような感じです。まあ、解像度も非常に高くてあの有線イヤホンを聞いているかのようなサウンドクオリティっていうんですかねそういうのを非常に感じます。でこれ結構ねいろいろ鳴らせるとは思うんですけども、まあ、これもやっぱりね女性ボーカルとかは非常に相性がいい機種かなっていうふうに思います。では最後は Apple の AirPods Pro ですね。分布図をね見ても分かる通り非常にバランスがいいようなサウンドかなっていうふうに思います。非常にね聞きやすいんですよ。まあその中でも低域が若干多いような気はするんですけども本当にいろんな人にこう受け入れられやすいようなサウンドっていうんですかねそういうのを非常に感じます。ただねクオリティとしては今回比較している他の4機種と比べるとやはりね劣っているかなっていうふうに思います。その空間表現っていうんですかね音の奥行きっていうところがちょっとね乏しいかなっていう感じがしてどうしてもこう平面的に聞こえてしまうっていうところは非常にこう感じましたね。なのでこう音楽を楽しみたいんだっていうような気持ちで買うのは正直あまりおすすめしないかなって思います。ただこう iPhone を使っていてその iPhone との互換性であったりとか、まあ、操作性のところもそうですしノイズキャンセルに外音取り込み機能も非常に優秀なのでそういった目的で買う方には非常におすすめかなっていうふうに思います。ではまとめです。
ということでですね、今回この5機種比較していったんですけども、まあこのファルコン MAX も含め、それぞれねイヤホンにはこう違った良さみたいなところもありますし、もちろん装着感のところも全然違うので、まあ、いいイヤホンに行けるよっていう方はぜひ一度ねご自身で試されてから、まあ、選ぶのをねおすすめするかなっていうふうに思います。でイヤホンに来れないよっていう方は、まあ、ありがたいことにねたくさん動画を見ていただいているので、まあ、少しでもね参考になればというふうに思います。気になった方はぜひイヤホンヘッドホン専門店いいイヤホンでお試しください。動画のご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。